お待たせいたしました。市民球場です。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発は右の吉田、対するイーグルスの先発は右の藤平、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。右の吉田、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは田中、背番号25。投球これから2球目、打ちました。セカンド右横のフライになりました。セカンドが落下点に入りました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番岩見。岩見、背番号38。第2球、打った。セカンド前方のフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番黒川。セカンド黒川、背番号24。第9、投げました。初球から打ってった。これは内野フライ、掴んで、これで3アウトになります。吉田、無難な立ち上がりです。2アウトランナー1塁という場面で清宮。背番号21。第9、投げた。ストレート見送ってストライク。第2球、投げた。打った。これは強烈、いった。一直線場外への特大ホームラン、先制ツーランホームラン。快音残して打球は場外へ。渾身のストレートを完璧に捉えました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは横尾。第9、投げた。打ちました。初球打ち、ファーストの頭上、ファースト落下点、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番堀内。第4球を投げた。打ちました。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者銀次。銀次、背番号33。第7球を投げた。打ちました。吉田、ボールを掴んだ。ピッチャーから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。吉田、三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって2対0です。3回の表、3点を追いかけます。イーグルスの攻撃、この回の先頭バッターは足立。第9、投げました。初球を打ちました。フラフラっと上がった。ナンバー掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには入江。入江、背番号63。第9、投げました。初球打ち、セカンドから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。背番号50。第9、投げました。初球打った、取って、これで3アウトチェンジ。吉田、3人でピシャリと抑えています。3回の表が終わって3対0です。ファイターズリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている清宮。第9、見送ってストライク。初球ストライクから第2球、投げました。まっすぐ空振り。第3球は打ちました。痛烈、いった、入った入った、ホームラン、ソロホームラン。清宮、これで2打席連続のホームラン。ストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイをご覧ください。試合はこれから中盤4回に入ります。左バッターボックスはトップバッターの田中。
第一打席は内野フライに倒れて打った流し打ち抜いていった田中いいバッティングを見せました。バッターは2番今見。第一打席はセカンドフライに倒れています。これが小フライになって取りました。送りバント失敗。これでワンアウトランナーは一塁変わりません。打った細川取ったショートから二塁送球二塁フォースアウトセーフ一塁はセーフダブルプレーなりません。第3球を投げました打ちましたレフト前に出るあっと弾いた取れないボールが点々と転がっている横ナイスバッティングです。ピンチを広げています。第4球を投げたインコース引っ張ったライト線ヒットライトからサードへイーグルスようやく1点を返しました。堀内タイムリーファイターズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして銀次最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げた流し打ちどうだ樋口軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。4回の表が終わって4対1吉田とうとう打たれてしまいました。5回の表3点を追いかけます。イーグルスの攻撃この回のトップバッターは足立。第1打席初球から打ってったアウト。清宮ベースを踏んでワンアウト。足立いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウトランナーはありません。打ちました。ナンバーボールを取る一塁へ送るアウト。これでツーアウトランナーありません。バッターは9番武藤。第1打席はセカンド打ちました。ピッチャー返し抜けた武藤いいバッティングを見せました。打順のトップに帰って田中投げた打ちましたいい当たりレフト前クリーンヒットボールは中継田中ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げた空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。5回の表が終わって4対1ファイターズ3点リードは変わりません。藤平降板右の酒井今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球ボールイーグルスここは引っ張りに警戒します。投げたまっすぐ見送ってストライク。第3球は3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました危ない球。次は5球目ボール内角低め。第6球を投げました流し打ち堀内ダイレクトでボールを掴んでアウトワンアウト。試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターは黒川今日はピッチャーフライとショートゴロ得意のストレート空振り三振2者連続三振。バッターは4番横尾投げました打ったナンバー掴んだ一塁送球アウト。これでツーアウトランナーありません。左バッターボックスは5番堀内投げました打ちましたフラフラっと上がった取りました。これで3アウト吉田見事イーグルス打線を抑え切りました。6回の表が終わって4対1です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは DH の銀次今日はピッチャーゴロとサードゴロ投げました打ちましたファースト左横のフライになりました。ファースト落下点に入りました掴みました。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは7番足立今日はセカンドフライとファーストゴロ投げた打ちました初球打ちあっと抜けた足立いいバッティングを見せました。バッターは8番入江これが3度目のバッターボックスタッチはアウト盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。投げた真ん中に伸ばしてストライク追い込んでいます。高速スライダー見逃し三振。7回の表が終わって4対1ファイターズ3点リードは変わりません。
ファイターズネイドで迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で清宮、今日3打点を挙げています。1塁タッチセーフ。第9投げた、会心の当たり、抜けた、ボールは中継、清宮ナイスバッティングです。さあチャンイーグルス。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番武藤、打ちました、セカンドゴロ正面、セカンドから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打った、ショート右横のフライになりました。ショート落下点に入りました。ショートを掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは2番、今日4度目のバッターボックス。投げた、変化球、空振り三振、吉田最後は空振り三振で打ち取りました。8回の表が終わって4対1です。さあいよいよ最終回、トップバッターは黒川。第2球投げた、打った、右中間へのフライですが取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番横尾、今日はここまで3打数1安打、投げました、打ちました、引っ掛けた、樋口取りました、ファイターズ勝利目前。代打は藤田、ファイターズここは何としても抑えたい場面。バッター藤田、第9背番号6、投げました、打った、タミヤ落下点に入った、ファルグランド、ボールを掴みました、試合終了です。吉田見事な完投勝利です。ファイターズ見事勝利を収めました。本日の勝利投手は吉田、敗戦投手藤平でした。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。